江口のりこ、43、が21日、都内で行われた、主演映画、アンダーカレント、今泉力也監督、10月6日公開の完成披露舞台挨拶に登壇した。登場した江口は、客席に向け、皆さんまだ映画見てないんですよね。私もにはまだ見てないんですよ、と明かした。今泉監督とは映画、愛がなんだ、18年以来だといい、何も変わらない、今泉さんだなって。今泉監督は、そう言いつつ、愛がなんだ、の時より簡単に OK 出すねとか言われて、と苦笑い。江口は、愛がなんだ、はなかなかハードだったんですよね。今回は割とサクサクいってるなと思いました、と話し、主演の牧陽子、40の労働基準法は超えないくらい。そこら辺は大丈夫だった、と笑顔で明かした。牧とは久々の共演だったといい、本当に邪魔しないようにと考えてた。だからあんまりくだらない話とかしなかったでしょ、現場で、と話した、アンダーカレントには、心の奥底、などという意味があることにちなみ、江口の、知られざる一面、を聞かれた牧は、裏表がないからどこ行ってもこのままなんですよ、と悩み、あるにはあるんだけど、言ったらトップニュースになっちゃうから、ブーン、と考え込んだ。江口は、もういいですよ。お二人の話聞いてこの映画見るの楽しみになりました、と、やや強引に締めくくった。登壇予定だった永山瑛太、40は体調不良のため欠席した。